今年1年、サポートしてくれた皆さん、本当にありがとうございました。皆さんの素晴らしいサポートのおかげで ACL はベスト4に、そしてナビスコは14年ぶりのタイトルを手にすることができました。しかし天皇杯やリーグ戦というのは、自分たちが望んだ結果ではありません。来年たくさんのゲームで皆さんと喜びを分かち合えるように、今の準備を、今のリーグ戦の準備を、しっかり見つめて、もう一度強いレイソルを皆さんの前で見せたいと思います。そして、ユニフォームの星を来季増やせるように戦っていきますので、またサポートをよろしくお願いします。今年1年本当にありがとうございました。大谷キャプテンでした。